ん、やりましょう、もう一回、うん、やだ、うん、うん、やっぱ一度はこういうことが絶対あるんだな。さあ、被災やっていきますか。しゃあ。はい。どっから？え？最初から。マジか。じゃあ説明するか。そうだね。じゃあこんにちは皆さん。今回4の国やっていきたいと思うんですけど、実はね、うわあ、マジかよ。マジか。ありえねえだろ。全然忘れてたよ。いや、ってかランダムだ。こういう時に来るんだ、ね。来るんだね。さっきずーっとさ、感知しといて一回も来なかったの。そうだね。実はですね、20分ぐらいさっきやってて、録画失敗したんで、もう一回やりたいと思います。はい。はい。新たな気持ちで、証言プレイみたいな感じでね。まぁ、ちょっとだけですからね。そう、ちょっとだけだよ。ちょっと鍵取って、ちょっとそこの鍵のとこまで行ったぐらいだから。まぁ、そこまでいいよね。やりましょう。ってことで、はい、呼んでください。あ、そうだね。ああ、また読むのか。今日は村にお客様が来られた。宗像くんと宗像くんの先生の学者様。まあ、この学者様はさっきも言いましたけど、さっきは聞いてないね。聞いてないわ。前回いたなんだ、おじさんが学者のことだね。宗像くんは樹くんのことを心配して村に来たと言っていた。でも村のことは外の人には伝えてはならない。樹くんは村釣りの日から多分、蔵に隠されている。うん。村の外の人とは会わせてもらえないだろう。八重。あ、八重だったよ。八重ってことは、このさえのお姉ちゃんが書いた。そうだね。うん。未だに登場人物で出てきてない子だ。蔵に隠されてるって怖えな。そうそうそう。さっき隠されてたよね。いつきくんつうのは白い髪の男の子です。学者様がお持ちの姿を写す箱で、私たちの写し絵を作っていただいた。私の顔は少しおかしくなった。あ、なるほど。写影機で撮ったから、顔がおかしくなったんだ。あー！ちょっとついてるかなんかで。ちょっと、撮ってみようとか言ってたもんね。そう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 。あの方は多分、ちょめちょめされてしまってる。まあ、ちょめちょめっつうのは、なんつうんだ、言葉に発することも禁止されてるワードですね。うん。意味深。まあ、放送禁止用語みたいなね。そうそうそう。ピーって。私たちのくさびが終わらないから。そうなる前に逃がして差し上げなければ、私がお姉ちゃんと一つになれば、それでいいことだから。さあ、どうえ、これだ。来た来た来た。ぼやけてる、ね。多分、サエの顔がぼやけてるのはちょっと、お前ヤンデレすぎだろって感じでシャイケル映すと、まあ、こんな感じになってしまうと。歪んだ双子の写真ということで。はい。じゃあ行きましょうか。さっきのひな壇ね、行ってみようか。そうそうそう。うわ。よし、調べましょう。顔ねえな、これ顔集めるやつだな。そうそうそう。でも顔はすぐに見つかったけどね。大きな、はい、はい。まあ、この、人形の首を探しに行こうっていう話ですね、今から。そう、じゃないとミニゲームできないからね。ミニゲームじゃねえよ謎解きだよ。あ、ミニゲームじゃないの。そう、違うよ。わーとかやるやつ。あ、そう、死体がね、絶対ね、ほら。さっき、通り抜けたら硬くなったよ、これ。ほら。あ、でもさっきもう硬かったよ。あ、ですよね。うん。ダメじゃん、もう。いや、来た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 よ動いた、貞子さん。もうこいつもね、スバッ、サバッと。サバッと倒していこう。めんどくせえからするだな。あ、無理なんですねー。強制だ。さっきもやったよ。さっきもやったよ。お前いけって、お前いけって。おいし、襲われる、襲われる。危ない、危ない、危ない。危ないよ、お前。調子乗んなよ。怒んなよ、お前。後ろいる、後ろ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 。危ねえ。危ない、危ない、危ない、危ない。オッケー。もう適当に撃てば死ぬな。はい、さよならー、さよならーよーん、パパパパーン、パパパパーン、よっしゃー、なんか残されて、ゲット、早っ早っ、さっきもやったよ。そっちじゃないよ。そうだね、ほんと探すつもりだったんだよね。ごめん、なんでもない。探すつもりだったのにね。ほんとだよな。探索するつもりだったのがもう隣の部屋にいたみたいなね。ずっともう逃げてたんだろうな、あいつ。このミニゲームクソ簡単なんですね、実は。もう一発クリアでしたからね。嘘つけ。なんか2回ぐらいやったぞ。いや、あれ話だからじゃん。あ、まあまあ、そうだね。実質一発クリアだよ、あれ、うん。そうだな。うん、そうそう、そうだな。うぜぇ。うぜぇなー。
まあこれ一発作りやだな。当然もちろんね。余裕で。余裕だな。あれ、詰まった。お。あ、できるし、余裕だし。余裕だったね。俺できる子だし。おー、いける。はい、終わりちゃー。完璧やん。はい、これで、まあ鍵のかかってる場所に、レッツゴーという話ですね。そうですね、ここですね。うん。どこでしょうか。あ、そうだ、ここにあるんだ、確か。取っていこう。いいね、いいね。どこ反応遅いよ。俺感度がねえんだよ、俺感度が。これ個人的感度ねえな。あー、オッケーオッケー。個人的感度がなかったね。足りてなかった。可愛いね、この子。ダダンの影の宇宙人みたいで。宇宙人。うん。お姉ちゃん。可愛いな、お姉ちゃん。ふざけ。よいしょ。で、これ戻る感じかな。そうですね。まあ、行き止まりだったしな、戻るしかないよな。うん。どこ行ってんの壁に。いや、どこでもドアみたいな。なるほど。なるほど。時代やったすげえやん。よし、レッツゴー。今の時代どうなっちゃうんだよ。あったー。80年代。でもこれ、80年代のくせ自動ドアだからね。おかしいよな。はい、来たー。はい、来たー。はい、金属学者の式。影祭りが迫っているので、もういいよ、飛ばして。ここカットだ。全カット。ほら。閉じる。行かないで。そうやな。まぁ、あ、近いから。開けた瞬間すぐ後ろ、ほら、近くにいるじゃん。あ、うん。やばい。おう。Here!Here! 来たいいねー、うまいねー。おい、語りかけるねー。OK, here! 違う、私たちじゃない。来たー。まぁ、とりあえずセーブ取っていきまーすか。そうだな。うん。レッツゴー。うお、ビッグ。ビッグ。ビッグ。あ、来るぞ。何が来るの？何が来るの？全然わかんないわ。何が？何が来るの？よーし、行きますか。よーし。えぇー取っちゃったー。うわーイエーイ。びっくりしたー。超びっくりしたんだけど。ほんとびっくりしたー。俺一番びっくりしたかもしんない。人生では一番びっくりしたわ。ねえ。やばいやばい。ちょっと行こうか。そこ取って、俺パッとね、パッと取っちゃったね。なんで知ってんのバレちゃった、バレちゃった。やばい。バレちゃった。ほら、ムンクの叫びだ。庭に立つ。よいしょ。庭に立つ女。姉ちゃんだね。あ、姉ちゃんの子。おパンツタイム。おパンツタイム。姉ちゃんのおパンツタイム行きましょうか。行きますか。姉ちゃん早く。早く、早くしろ。上がってくれ。行くよ、行くよ。いや、別にやましい気持ちなんてないよ、別に。お、これロングル。おぉ！いや、今行ったよ、今。もう一時停止だよ、今。ちょっと今、スローモーションだな。ね。いや、いや、いいね。ありがとうございます。ま、ラスト行こうか。あ、ちょっと降りてきて。姉ちゃん、姉ちゃん、はい、姉ちゃん。あっ！うわぁ、いい感じ、これ。うわぁ。あ、ほんとだね。でも、黒ぬ、あ今見えたんじゃね？は？これ、これ、あ、これいいわ。どう、怖い、怖い、怖い。どう、ダメ？いや、見えそうで見えないとこはね、またいいんですよ。やっぱレースなんじゃない？これ。そうかな？白いの。パンツじゃなくてレースじゃなくて。レースか。あ、そうだね。ほら。あ、ほんとだ。ラスト。はいじゃあ、うん、多分黒塗りされてるんだろうな。だよ。そこ書いてほしかったな。なんか男のロマンだよな。そうだよ。ぜひ書いてほしかった。プレ2版だと書いてある。こんなにいっぱい出してるのにね。前作に書いてほしいね。本当だよな。はい来た。怪我してるのに足早い。姉ちゃん。なぜ抜かしたし。遅いっていう。ちょちょちょ。走っても遅い。ちょ運動落ちなんじゃないこっちは。ああそういう話。うわあ。前にこれまた戦うの。お前知ってんだろ。うわ、待って、右上に首つるとこある。やべえ。ああ、ほんとだ。え、さっきなかったんじゃない？あったよ。あったよ、あったよ。さっきも言ったよ。何回言うんだよ。待って、これ。え、やばくない？はい、なんもないですね。はい、こんにちは。こんにちは。姉ちゃん、どうしたの？どう？最近のこのカラコン。やめてよ。アフレコすんなよ。なんでもない。いきますか。で、これで終わったんだっけ？あれ？覚えてねえよ。これは、終わり。終わり終わり。ちょっとマジ怖い。ね。音量上げる？ああ、上げる？M かよ。逆だよ。これ今完全に今お姉ちゃん言ったよね。もう殺したくない。うん。あ、なんか待って、後ろ向いて。チラ。
ごめんね。あ、なんでもない。どれ、なくね？アイテムの反応あるかなと思ったけど。一応セーブということで。オッケー、セーブします。この短い間セーブ。ね。あ、ここはね、いいんじゃないですか。そうだね。上書きで。うん。録画されてない。嘘。嘘と。はぁ、ちょっと20秒ぐらい焦る。おぉ、よかった。あ、これ来るよ。ゴッドハンドや、ゴッドハンド。はい！ゴッドハンド。ゴッド。なんで、なに、え？逃げろ！逃げろ！これ戦う？戦う系かな？する？するする？いや、戦わない。戦わない。うん。じゃあ逃げる。逃げよう。あ、でもさ、あれさ、あれじゃない？アイテムじゃね？どうすんの？ちょっと行ってみよう、一回。アイテムちょっと、調べたくない？いや、逃げちゃう。逃げて、あ、じゃあアイテム見よう。アイテム落ちてんじゃねえの？落ちてないわ。倒したら出てくるとかじゃないの？あ、そういう感じかな。どうする？いや、どうする？倒してみるか、一回。強そうだよ。ね。できた。来た！うまい！倒した。よっしゃ。いいねー。わー、最後の追い込みよかったね。助けたよ。じゃあアイテム助けたよ、見てみるよ。助けたよ。うん、アイテム見ようぜ。落ちてないんだ。さっきんとこか。そう、多分。だって覚醒してくれてから落ちてこないと困るわ。本当だよね。お、落ちてる。来たー。来た。いや、これもうあれでしょ、最強でしょ、もう。ゼロ式フィルムかなんかでしょ。この上ないぐらいね、これ。うん。お？あ、まあ、いい。うん。許可知るか。知る？うん、知ろうぜ。許可知る？許可知るぜ。許可しねえの？え？許可しようぜ。ああ、ちょ、知るにインパクト大きすぎてさ、するしだ。許可しようぜ。あ、ちょっと扉の前までね。オッケー。じゃあ、社営駅で、どれ行く？コクをさ、満タンまでしようぜ。これ？うん。これは終盤になっても多分使うからね。あとは？どうする？やっぱダメージ多い方が、大きい方がいいよね。そうだね。蓄積見てみて。最大ダメージ。足りないね。足りないね。貯める？はい、貯めるか。これ行く？うん。行くよ。よ。これでフェイタグルフレームしやすくなったんじゃないかな。よいしょ。よし、オッケー。いやー、なんか満足してるけど、まだまだここからだ。そうだよね、あれも。まだ鍵も開けてねえわ。雑魚的だしな。オッケー。この先だな。そうだね。こっからですね、新ステージ。あ、ここに。あ、忘れてた。あれ？早いね。あの、射撃って出てきた時にやらないとダメだね。あ、そういうことか。出てきた瞬間にね。そう。ちょっと俺完全に気に入って何も見てなかった。スルーしちゃった。スルーしてた。まあいいや。まあいい。数百ポイントだろ。うん。よいしょ。よし、時計台。あったね。台じゃない。なんで時計台してんだよ。いや、うわぁ忘れてたってなんでこうさ。なんで階段から出てくんだよ。っていうか、うまいなぁ。ほんと忘れてくる。いや、ほんとうまいよね。あ一番うまいよ、あいつ。ほんとうまい。ほんと予期せぬ時に来るよね。そう。オッケー。忘れてさ、喋ってる時に来るからね。いつもこう、慎重に行ってるところにいるのにさ。うん、ほんとほんと。なんなんだよな。ここ来るよ、つっても来ない。これも来てる、知らん。これは来ない、これは来ないでしょ。迷うか。なんで知ってんだよ。予言しただけ。イェーイ、予言成功。まあ、さっきは、ここに来てから終わっちゃったから。やべえ、ここなんかあんじゃね。あるかも、ね。フィルム変えとこ。知ってる。絶対知ってるわ、それは。うん。扉向こうから、もう、気配がしてるっていうぐらいだから、ね、もう絶対出てくるって分かってる。さ、オッケー、うまい！うまい。手を開ける、子供。ちょっと見ようぜ。ひょい。さよならーよーん。あ、逃げした。まあ、階段行こう。で、ここの階段のところでさっき、録画、あ、やべえ、録画してねえってなって、気づいたんで。あそこなんで行かないの？さっき。なんか、こっちだからかな。なんかなかったっけなと思ってさ。なるほど。うん。まあ、あったけどね、いろいろ。そう。ここなんだっけ？もう手とかめんどくせえからもう行っちゃおう。
おい、あ、そうだ、これ14式ゲットしてから気づいたから、こっから証言プレイでーす。あ、反応ある。ほんとだ。え、調べる。うわ、吹き抜け、これ絶対出てくるパターンじゃね。あー、待って、フィルム変えとこ。そうだね、変えて。いや、これ本当に知らないですよ。うん、覗こう。マジこれ訓練に来ても俺は。あ、なんだ、取るの。あ、クモの巣。クモの巣に何か聞く。取れないのこれ。え、取れないの。いや、そう、わかるんだけど、取れないのこれ。うっ、うまい。あぶねー。うまいうまいうまい。完全に忘れてた。忘れてないよ、忘れてないよ。初めてでしょ、これは。反応でなんか取れた。あ、そういうこと。あ、あそこ取るのか。あ、取れないか、クモの巣。あ、取れそうじゃね。取れる。いや、来た。最終の式。あ、最終、新しい登場人物ができた。チョメ来た、チョメ。双子を産みしのち、あれは心をやみて、自らチョメへ身を投げた。その後、八重とさえには、できる限り不自由させぬよう育ててきた。寂しさを感じさせぬように。チョメは苦痛を喰らいて休むる、と言われている。姉が妹を殺める赤荷の儀式だって。むごいようだが仕方があるまい。むごいよ、ほんと。なるほど。姉っていうのは八重だから、八重がさえを殺す儀式だね。あ、ここだ、あれね。でも、開かないお家じゃね、多分。え？扉あるよ。どこ？あ？どこ？左。え？あ、これか。うん。あ、落ちてた、なんか。思いっきり、あ、気のせい。え？なんか落ちてた、気のせい。気のせいだよ。気のせいだよね。でも、ここ、あ、調べられないんだね。あ、もうダメなんだ。なんだろうね。後で調べるかな。浮遊霊パターンかな、なんだろうね。あ、やっぱダメだね。うわぁ。この音も嫌だ。ね。ちょっと邪魔だな、お姉ちゃん。お姉ちゃん邪魔だよ。邪魔の時はね、Z ボタンね、だ。おすすめです。あ、オッケーオッケー。あ、落ちる。蹴り上げるからね。落ちる。落ちてない。あの、アイテム反応あるから大丈夫。よいしょ。じゃあ、子供が行ったところね。そうだね。行きましょう。行きましょう。荒ぶりす、え？あー、これで拾えるんじゃない？あー、ここで。あー、これでゲットするのか。なるほどね。すごい偶然だね。ほんとだね。絶対さっきの子供落としたかなんかだろ。はい、来る。いや、さすがに来ないでしょ。マリから手が出てきたりとかな。マリゲットすんの？なんでゲット、なんで持っちゃったし。え、マリゲット、マリゲットだから、これを子供に渡すとなんかいいアイテムもらえるんで。あー、ポンポンってなんかやるのかな。キャリー出てきてる。こっちかな。あ、なんか落ちてる。あ、確かね、ここ覚えてるわ。なんかね、めちゃくちゃ早い子供出てくるから、浮遊霊注意。取れねえ、俺。すごい辛い。ほらね、ほらね、難しいでしょ？難しいでしょ？うわぁ。難しいんだよ、ここ。だって今、速攻で B をして A を押したのにダメだったよ。うん、てか反応すらしてなかったよね、今ね。うん、青い。あ、そこ入ろ。どこ？これ？大丈夫か？ああ、ダメだ。なにこれ、白いキュー。あ、懐中電灯じゃね、白いキュー。早え、逃げられた。早いね、あいつら。早いね。これ懐中電灯じゃね、あれ、ないね。ないね。っていうか、なんか怖くなってきたな。あれ、うわぁ、ちょっとよっ、どうしたらいいの？あ、子供さっきこっち向かった。あ、そうだね。固く閉ざされてるだから、鍵が厚くかかってるわけで、そっちじゃないの。え？そこじゃないの。これ？うん。あ、嘘。これ違うでしょ。左じゃねえ、ここ。あ、こっち行けばいいってこと。え？ここじゃない、ここ。それ扉でも何でもない。壁。多分下になんか入れそうなのかった。あ、もう戻んのか。戻る落ちかな。戻って上？上行ってみる？上違うかな。でも、マリ落ちてきたから、行けばあるかもしれない、何か。とりあえず、ちょっとここ出てみて、何も反応なかったら上でいいんだよ。なんか、下だったら手間かかんじゃん。そこどか。なんかある？なんもない。ないね。じゃあ、これは上フラグかな。おぉ、びっくりした。ブレッ。
もうちょ、マジ今ビビりだわ、ほんと。恐怖、怖くなってきた。うん、もうちょっと、来てるね。やばい。満たされてきた。いいじゃん、いいじゃん。いい感じになってる。ここマリ落ちてきたってこと多分なんかあるじゃない。そうだね。マリ投げ大会とかやんじゃないかな。違う、ないよ、それは。よし、行こう。あれ、じゃあさっきのとこ調べてみるか。マリが落ちたことによってなんか拾える可能性があるかもしれない。それか。さっきのとこ調べないの。いや、多分ないと思う。ないと思うけど。まあ、多分、さっきさ、暗くてさ、あったね。あ、取れない。なるほど、これを落として、取るわけだ。ああ、マリで。なるほど。マリ投げて。いい、よかったよかった。積んではないね。さすがっすね、マスター。うん。なんで媚び売ってんだよ、お前。あ、アイテムあんの。知ってるーって。よしよしよし。はい、来る。来そう。あ、来ない。なんだ、来ないな。お、来た。お、さっきの子だな。お、知ってるぞ。さっきの子じゃないの？え、あ、そうだね。布の廊下ってさっきだよね。さっきの奥だね。光のとこだったね。奥に。いいね、いいね。サクサクか。サクサクか。サクサクか。超サクサク。でもこれね、来る可能性あるよね。ドグンっつって。怖えな。怖いね。けどもう冬で来ねえでしょ。あ、これは何もないタイプ、ね。あ、何もないパターン。何もないのがまた怖い。そう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 。お。よいしょ。じゃあ、なんだ、この先なんだろうな。そうそう戦うんじゃないか。おい。うわぁ、難しい。あら、ぶったー。待て、まだ取れる。あ、てか、14式な。ま、それは許してくれ。ま、いいか。無理だ。おい、ここね、これ、姿勢の声に出てくるよ。あ、なんかプルーンって。ここ、確か鍵がかかってる。なになになに、囚われた男。ああ、うわ、二つ鍵ある。わかった、学者さんなんか逃げにされたんだ、あの人。生贄？今多分さっきの人あれ学者さんでしょ。うん、生贄にされたってこと。生贄にされた。だから招き入れられちゃったんだ。あ、これあるでしょ。あ、だって普通招き入れられないもんね。そう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 。手書いてあったからね。都合がいいから、みたいな。うん。これ、私を捕まえるときに、まれびと、くさびとなる、などと言っていたように思える。ほら。双子の少女が言っていた影祭りとはどういうものなのか。彼女たちから受け取った鍵は、この屋敷の脇戸を出るためのものでしかない。地図によれば、これ脇戸って読めないんだろうな、多分。地図によれば、牢を出る鍵は、大阪家の地下にある洞窟に隠されていると書かれている。あ、じゃあ、大阪家行くんじゃない？また戻るの？多分。うわ、これ、陰と陽な、懐かしいですね。開ける。そうそうそう、よく覚えてるね。これね。陰と陽。これは、姿勢の子にもあるね。姿勢の子だと、ここに美穂が捕らえられております。で、気になる方はぜひ、セーブポイントかな？おーし、じゃあ、ここでとりあえず、ここら辺かな？あ、そうだね。あ、いい感じの時間だね。うん。そうだね。じゃあ、とりあえず、陰と陽の鍵を探してからちかな。そうだね。じゃあ、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。